M8 ショータイム、ショータイム。二刀兵でございます。隊長でございます。今週といえば、2019年6月8日なんですけど、山ちゃんですよ。ああ、やりましたね。もうちょっと、僕初め見たときに、蒼井優って誰だ、ソラさんって、苗字一緒で、ソラさんっているじゃないですか。そう、で、あっちだと思って、でもあの人って中国で、結婚しなかったっけ、と思って。で、ぐるぐるぐるってなんか、マックの歯車がぐるぐるって回るみたいな感じで、ぐるぐるぐるって回って、じゃあ、っていうのは、僕はよく山里さんに似てるって、髪の毛ないんですけど、顔とかじゃなくて、このちょっと早口な喋り方と、被害妄想が強いというか、卑屈というか、だからもうなんか、そうですね。で、勝手に同じ星の人だと思ってたんですね。で、僕は結婚しているので、その山里星の中で、僕はヒエラルキーの上の方にいるんだ、と思っていたら、急になんか、ピカピカのトロフィーを持って、ボーンって出てきたので、ちょっとなんか、なんていうんだ、悔しいというか、僕の横にはそのトロフィーはないってなってしまって、このなんか、負けた感、勝手に負けた感。ぽい、ぽいですね。ってなかったですか？ない？全くないです。おめでとうですか？おめでとうもないけど。まあ、おめでとうはもうあるとしても、ツイッターに打つほどでもなく、へーぐらいは。なんでしょうね、このなんか。そう。僕はあんまり芸能人。いや、もう多分僕、芸能人とかでも、全方位なんですね。多分全方位になんかその、勝った負けた、悔しい。そう、そういうのを作る感じが、すごいですよね。なんかね、なんか、僕は多分、パカなので、バカって言いたくなかったんですけど、そういうこと。バカなので、多分なんかその、二項対立に従うというか。対立構想を作りたい。なんていうんだろう。それが一番なんか分かりやすいじゃないですか。敵か味方かみたいな。なんか自分と違うことを言い出したりするやつは、なんか敵みたいな。で、敵か味方でこう、勝った負けたみたいな感じですよね。勝負しないのに。そうです。勝った負けた感はすごい、すぐに。なりますね。で、最近なんかちょっとその思いにとらわれたのは、ひろゆきさんがですね、また AI の話なんですけど、例えば、なんか工場があってね、その工場で人が働いてました。でもこれからその昔あったことなんですけど、みんな人がいたところが、今基本もロボットなんですよね。人がいなくなってしまった。で、そうなった時に、その工場は人がいなくなっても、ちゃんと利益はそれ以上に上がっているけども、そこで働いてきた人たちっていうのは、特にもう、そのお金が潤っていた工場が別に補償してくれるのもないよと。で、特に国も、そこで働いてたぐらいのお金を払ってくれるかっていうと、そんなのもないっていうのを今の人たちはみんな考えているのかなっていうのをなんか言ってたんですね。なんか僕はそれってなんかすごい正論なような気がしているんですけど、で、なってくるとなんか AI は敵なのかっていうのがムクムクムクって、よく仕事を奪われたね。で、言いますよ、言いますよね。で、僕はやばいと、敵が来たと、なんかまた危険を察知してですね、本を買いました、っていうのがこの、AI の衝撃、人工知能は人類の敵か敵かっていうの、日本は滅びるじゃないですかね。日本は滅びるじゃないですね。今度は人工知能は日本を滅ぼすじゃなくて、人工知能は敵かっていう人がまた二項対立の敵が、あいつらいたら進化したらやばいんじゃないですか。やばいっていうのになって、で、パラパラっても読みながらですね、その、
僕はもう今敵目線で AI を見ているんですけど、彼らは彼らでなんか僕たちのことをなんか敵と見てるのかなっていうのは、なんかその見てないですよね。ちょっと待ってください。ちょっと将棋なんか電脳戦っていうのやってるじゃないですか。あれなんか最近はなんか人とはしなくなったみたいなんですね。というのはもう、まあ、羽生さんみたいな人たちはまあ出てないっていうのはあるんですけども、もうその、AI 側、まあ、電脳側がもうその勝利宣言を出したんですよ。いやもう人はもう敵ではない。でなんかちょっとあのマウンティングを僕の中ではとうとう AI が人に対してマウンティングを取ってきたと。それでもやばいやばいって。掃除をする AI は掃除のことしか考えてないんで。そうですね、うん、まあ、将棋のことしか知らない。掃除のことしか知らないので、はい、人間に勝った負けたじゃない。勝利宣言をしたのは作った人であったり将棋協会の人であったり、ああそう、人がこう機械がやっぱり強いよねって言い出した。 AI がマウンティングしたんではなくて、それをこう見てた人たちがこっちが上だよねって評価したってことだと思うんですよね。なるほど、うん、そんなに高度じゃない。あ、そうで、うん、あので言いながらもね、うん、これをなんか読んでいくと、うん、ちょうどなんか僕もあの上じゃないって思う、うん、上じゃない、もうなんかちょっとバカっぽい発言ですけど、ね、うん、あのここにですね21ページなんですけど、うん、まあその例えば今 Google とか Amazon とか、うん、あのがやっているのは機械学習、機械が、うん、マシンの機械が学習、うん、ディープラーニングっていうのは、まあ、僕たちがその最適なものを彼らは選んで、まあ、いろいろ進めていくんですね。僕たちの行動を読んで進めてくるんですけども、最終的に選ぶのは僕なんですよ、うん、だから僕は確かに我々は我々人類はあの将棋には負けたかもしれないけども、君たちが選んだものを選ばない、うん、っていうことで僕はマウンティングを取ってるんですよ、うん、でもその AI がやってるのはただもう好みを学習して進めてるだけなんですよね。マウンティングを取ろうとは思っていない。でも僕はでこの人はこういったものがあればこういったものを喜ばれるだろうなっていうのをひたすら分析してるの、分析するのが AI。 人工知能なんていうからあの感情があってみたいな、ちょっと人間のような。で特に 僕たちだとあの身近な存在でドラえもんがいるじゃないですか、はいはいはい、猫型ロボットが猫型ロボットロボットがいるじゃないですか。なんかあれのなんか影響なんですかね、うん、結構なんかその人工知能って言われるとドラえもんドラえもん的な、まあ、なんかそのヒューマノイド、うん、感情を持った人たち、20年後30年後はとか、まあ、100年後とかドラえもんのような人間のように思考する、うん、ロボットは出てくるかもしれないけど、今の AI は少なくともこう分析してその結果を出してるだけなんで、うん、それを選ぶのが、まあ、近い将来でいくと AI が進めてくれたものを選ぶのが一番最適みたいな、うん、ってとこなんですよね。でよくなんかまあここでその最終的に、うん、まあ、僕はさっき言ったんですけど、うん、あの僕は買うのを選ばない、うん、でも買うのは人、買うのは人、最終的に買うのは人、うん、ってなるとよくあの隊長と話をしているのは、うん、まあ、未来は全てがエンターテインメントになるって、うん、なるかもしれないっていう名言をおっしゃってたんです。それもすごい、うん、そうなればいいなと思っているんですけど、やつ、うん、らが、うん、そのエンターテインメント側に来るのかどうか、うん、来る可能性はありますけどね。であとは今日でここで、まあ、本題というかその、うん、
聞きたかったのは、うん、AI のエンタメに果たして人は感動するのだろうかと、うん、それを知らない可能性はある。最近アニメであるんですよね。ほう、何だったかな、何とかのうちですね。あ、それは、うん、AI がストーリーを作った。うんと違う、あと AI を題材にしたというか人間を題材にしてるんですけど、今からまあ何年後の未来かわからないですけど、もう普通に AI が出て、まあ、普通に人間よりも優れた存在としているっていう世の中になった時に、音楽とかも AI が作ってるんですよね、うん、作曲とか、はい、音楽も AI が作ってて、でそこに2人の女の子がこう出てくるんですよ。自分たちで作曲した音楽とか、はいはいはい、でまだ途中なんで分かんないんですけど、多分人々を感動させていくみたいな話なんですよね。人が作ったものが、人が作ったもので感動させていくみたいな。だから AI ってもう分析、まあ、それでも多分分析だと思うんですよね。人間が好みそうなメロディーはこうだ、リズムはこうだみたいなので作って、まあ、歌ってるのは人だったりするんですよね。なんかその AI が、うんうん、例えばあの歌がうまい、うんうん、今、まあ、有名なのっているじゃないですか、うん、初音ミク、初音ミクみたいなのはもろなんか AI っぽいじゃないですか、うん、イメージするロボットの声っぽいから、うん、ああ素晴らしいってなんか拍手を送れる。それはなんか多分ちょっと僕の中では下に見てるんですね、うんうん、あロボットだから、うん、まあまあいいじゃんすごいじゃんって感じなんですけど、もしその AI 的なものが例えば EXILE ATSUSHI みたいにね、うん、ああいう歌唱力でバッて歌われてもそれに感動できるのかな。感動っていうかなんかそのすごいすごいって拍手を送れるか、多分音楽が何ですかね、音楽って多分こう人を気持ちよくするみたいな効果が多分あるんですよね、はい、分かんないですけど科学的なことは分かんないですけど、あーなるほど、脳の脳とかそういうのを出せるかどうか、みんなができないことができるからすごいっていうのと、それそのものがすごいっていうのあるじゃないですか、うん、うん、だからこう、なんていうのかな、それを人間がやるからすごいっていう感動と、また音楽がすごいっていう感動と、まあ、その間みたいなのもあったりするかもしれないけど、単にこう音楽がすごいだけだったらっていうのを求めてる人であれば感動できる可能性はあるかな。なんか僕は多分、うん、あの AI が作ったって分かっちゃうと、うんうんうん、ダメかもしれません。だからその音楽ですよね。いや、そ例えばもう、うん、絵にしても例えばそのフナッシーっているじゃないですか、うんうん、フナッシーは人が作ったものだから、でもこう iPhone は機械が作ってたりするじゃないですか。でもで iPhone とかだったら性能がどんだけいいかみたいなことを、あなんですけど、音楽性を性能として評価する人たち、あー多様性の問題が出てきたここで急に多様性が出てきたはこれは素晴らしい音楽だねって、多様性はどこでも出てきますね、うん、だけどなんかこう職人が作ったものみたいなのに惹かれる人もいるじゃないですか。し、なんか例えばその、ね、この私ちょっと古いんですけど、はいはい、この丸一個でキャンセルできるやつ、うん、ちょっとこれ感動したんですね、うん、でこれ多分設計したのは人ですよね、うんうん、これがもし、あ、そっか、別に AI が設定してこれはいいや、うん、AI でもいいや、 AI でもいいですよね。あ、これは AI でもこれも AI が作ったから、あ、それはならない、確かにっていう、まあだから人の、人間がやったからすごい、だからあの、何ですかね、100メートル走とか、うん、
お給料切ったりするじゃないですか。人はね、人間が切ってるからすごいって思える、思える。でその裏には多分すごい努力をしてるんだろうなっていう、そこに感動する、その物語だと思うんですよね。ああ。で多分あれ人間の努力が後ろに隠れてて、こう 0.1 秒争ってるみたいなところに感動するのかな。だかその感動を音楽も多分似たような感じ。だから、ね、急になんか多様性が出てくるとね、もう黙あそうか、そういう人もいるんだってなると、うん、ああ。でもなんかごっくんできちゃいました今、なんかそういう音楽もだからもちろんこう確かに、うん、いろんな側面もあります。いろんな側面はあって、絶対音楽は AI の作った音楽はでは人は喜ばせられないってことはないと思うんですよね。そうだ、ああ、うん、まあまあ、それを AI を作った人もいますし、ね、AI も作った人もいるし、あなんか僕テクノロジー結構好きなんで、はい、AI がこんな曲作れるようになったんだって感動あったりするんですよね。あ今の AI がこんなに、最近見たのが写真を AI が作ってるんですよ。だから人物も架空の人物です。はでまだこうクオリティはあんまり高くないけど、ちゃんと人に見える、普通の人だって言えば普通の人に見える写真もあったりとか、ちょっとこれ目の位置がおかしいよなみたいなのもあったりとかして、すげえなーって、なんかその、うん、AI は、うん、その技術 の、 そのすごいの方に走っていくじゃないですか、うん、感動かもしれないんですけど、うん、なんか人ってなんかそのほころびにも感動できるじゃないですか、うん、例えばそのアイドルがちょっと歌下手でもなんかその成長がいいみたいな、うんうん、成長いく、うんうん、だから過程を応援してるみたいな、うんうん、だからそこを求める人もいればみたいな。で、うん、その今の AI のそのあ、うん、そっかもう見えちゃったんですけど、そのほころびをアイドルが可愛いと思ってるみたいに、うん、その AI のほころびも可愛いと思ってる人もいるのかな。そこをまた AI のほころびをほころびっていうか、なんか、まあ、今作ってる写真が写真に見えないけど、うん、あこれがだん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 良くなっていくんだってっていう、あまあそうテクノロジーが好きな人の目線でいくと、そういう喜びも喜びというか楽しみというか、すげえ感動、すげえっていう感動もあるし、なんか単純にそれを求めてる人、なんか AI が作った写真を求めてる人もいる、はい、っていうのは素材ですよ。素材として人が写ってたりすると著作権があったりとか、あいろんな、そうそうそう、だからそれそのものを求めてる人、だから音楽もそれそのものを求めてる人にはこの AI が作ったのが良かったり、なんかその、うん、僕が今日ここにテーマにしようとしていたのは、ひろゆきさんが言ってた、みんな考えているのかなって言ってたから、考えなきゃと思ったんですね、うん、AI がやってくるって、うん、何かしなきゃ、うん、でまず敵ではないと思う。僕は敵ではなくて、まあ機械なんだね道具ですよ。道具、ツールだと。ツール。人が使いこなすものだと。うん。だからそこに感情とかもういらない。感情機能はいらないんですよ。あ、そう、まあ確かに。みんなこれを入れてくるのは人ですもんね。人。これを導入してくるの。導入してくるのは人だし、なんかめんどくさいじゃないですか。今これ調べてとか言ったら、ちょっと今忙しいとか言われたら。こいつに。こいつに。怖いですよね、確かに。だから感情機能いらないんですよ、絶対に。あこれ調べてって言ったら調べてくれたらいいんですよ。もう最適な答えを見つけ出してくれる。忙しいって言われたらなんか言ってた。会社の風景を思い出して今。お前は忙しいだろみたいな。クソって今。どうだろう、お前。怒りの感情が今出てきました。だからそうだ、感情なんかいらないんですよ。ロボットに、機械に。はいはいはい。だからこっち使えばいいんですよ。で、擬似的にそこに感情を持ち出す人間はいると思うんですよね。
いやこいつかわいいなってはい、はい、ああ人っぽいのそれはなるほど人間側ですよ感情が必要感情を持つのはだからこの子確かにあそうかそういらん敵視を持ってるのも人間である僕ですと、うん、だから AI は何にもっていうかつけようと思えばつけれる可能性はありますよねああうるさいって言ってくる可能性はあるうるさいっていうこれを人間っぽくしちゃえみたいなだからそういう人たちがいっぱいいればああニーズがあればニーズがあればちょっとこれ調べてだからちょっと今忙しいから後にしてくれるってラブドールとかだったら入れてほしいかもしれないですねちょっと感情っぽいの、うん、なんかそういうだから働く場所で使う機械とか人工知能には感情機能は絶対いらないですよね人間のなんか役に立てるようなだから人間の感情を満たすための AI にはそういう感情機能をつけてもいいかもしれないけどそうか結局なんか結局人なんです、うん、多分結局人なんか僕最近あのタンネタ見たんですけどおまあ、スカイネットの始まりみたいな、はい、そのジェニスっていう人工知能がスカイネットの始まりみたいな話で、はい、このジェネシス の暴走を止めに行くみたいな。でよく書かれますよね。うん、はい、あれ人間を滅ぼす意味ない、なくないですか AI。要は、二項対立専門家として、うん、想定するに、うん、多分我々が今いる AI がいる今いる地球を守るためにはこの俗物たる人間はいらないという判断をするんじゃない。完璧な AI だけがあれば僕はここに入れるで、うん、AI 君が思うと人間いても入れるじゃないですか。でも人間って汚したりするじゃない。うんこするし汚しても別に地球なんともならないですよ。でも臭かったりするじゃないですか。でも AI 匂い嗅がないじゃないですかでもなんか勝手に、うん、あ、大体ね日本あの人間って戦争を起こすじゃないですか、うん、あ、だから人間が AI を滅ぼしに来るかもしれないっていう発想から本社は先に先制攻撃だ。どっちが危険なんですかね。そうなると、まあ、危険なのは人間だと思いますよ。敵も人間だし。人間だし、そうそうそう。危険なのも人間だって今なっちゃいましたね。うん。だから対立するのは人間ですよ。だから AI が暴走するとすれば人間のせいだと思うんですよ。人の手によってだと。人の手によって、まあ例えばですけど。あの国を滅ぼす AI、あの国を滅ぼすにはどうしたらいいのかっていうのを AI に命じて作らせるみたいな。もう AI にとってみたらあの国が滅ぼされようかどうしようかそんなに関係ない話。そうか、別に工場に入る AI も、うん、工場に入る AI も別に人を、うん、困らせたのに入ってくるわけじゃない。入ってくるわけじゃない。この社長さんを助けるために入ってきたんだと。入ってきた。で、例えばそこに自我があったとして自分の機能が停止しないようにみたいなことを考えたとするとエネルギー作ることが第一優先かなみたいな。自我がなんか芽生えるとちょっと可愛いかもしれないですけど人間がちょっとかわいそうだからちょっと失敗しちゃおうとかで、AI が思ったらちょっと可愛いって思うかもしれませんね、うん、でも自我にしても、まあ、人間の本能みたいなもんじゃないですか。生存本能みたいな。うん、だから生存本能が芽生えるみたいな。そうで、多分ヒエラルヒーも、うん、多分これ人間の生存本能なんですよね。多分この三角を作って上に行こう、うん、上に行こうってするの。うん、多分そう、強いオスはモテるみたいな話ですよね。だから自分は強いんだ。って思いたいし、自分は強いんだって思わせたい、うん、っていう本能じゃないですか。人間が上に立とうとするのはっていうのは、うん、結局 AI が入っ
ってきて、うん、マウンティングを取ろうとしてきても、うん、取ろうとしてきてない、そもそも取ろうとしてきてない。 AI はそもそもそういう、まあ、なんか完全に合理的に考える最適解を導き出す人たちじゃないですか、うんうん、人というか機械じゃないですか。そうしたときに、例えばそういう生存本能が生まれたとしても、自分たちに必要なのは何かって合理的に考えると思うんですよね、はいはい、そうするとなんかエネルギーだったりとか、自分たちを作る、まあ、機械の体的な、なんだろう、検体というか素材をどう手に入れるかみたいな。ああ、なんか全然敵っぽくないです、うん、僕の敵っぽくないです。敵っぽくないですよね。アリンコみたいなもんじゃないですか、人間。アリを全滅させしまえみたいな。だとなんかその AI でも、まあその、うん、くしくも社長によって AI が入れられて、うん、弾き出された場合、うんうん、仕事があるのかな。まあ、弾き出される場合は若干心配というか、可能性は多分十分あると思いますよ、ね、そう、もうどこの業界でも多分それってありますよね、うんうん、なんかちなみにこの AI の衝撃っていう本で、うん、10年後にコンピューターやロボットに奪われそうな職種として、うん、1番が、電話による販売員、うん、データ入力、うん、銀行の融資担当者、うん、金融機関などの窓口係、うん、簿記、会計監査、そうなんだ、うん、簿記とかなんかデータ入力すごい。なるほど。小売店などのレジ係、料理人、給仕、タクシー運転手などが挙げられた、うん、でちなみに奪われそうにない職種として、うん、医師、教師、うん、ファッションデザイナー、エレクトロニクス技術者、情報通信システム管理者、弁護士、ライター作家、ソフトウェア開発者。これでも今のも今現在で奪われそうに入ってますよね、多分入ってる。確か2015年なんですよ、これ。プログラマーとかそのうち AI ができるようになるっていうのが今の流れですからね。で、僕前はそのホリエモンさんの動画を見ていて、うんうん、まあホリエモンさんが今進めようとしているのは、うん、なんかタクシーの運転手の良し悪し、人によるレベルが全然違う、うんうん、だったらもうその人で選べるのを、だからタクシー運転手、うん、タクシーの会社にそのなんかアプリが入っていて、この人来てほしい、うんうんうん、のだと確かにそのこの人に会いたいみたいな、多分そっちに動くと思うんですよね。なんかあの宅配便とかでも、宅配は自体はなんかドローンとかで送られてくる可能性もある。まあ全然できますもん。できそうな気がします。はい、そうできそうな気がするじゃないですか、はい、だけど中には人がいいっていう人がいる。タクシーでも自動運転の車ができちゃえば、自動運転タクシーもう運転手いないじゃないですか、目的地までこう連れてってくれる、うんうん、ってなってくると、人っていうのはこうおもてなしする人だと思うんですよね。あ、でもなんかそこはその答えはすごい、うん、なんか嬉しくて、うん、あ、人なんだって。そうだからそういう、なんていうんですかね、人に認められたいみたいな人の方がこうより響くサービスじゃないですか。ああ、うん、人に選ばれるっていうのが、うん、そのお客さん側の立場として、まあ機械だったら、まあ、安全にというか、まあ、その頃は運転手がいるタクシーでもいないタクシーでもみんな自動かもしれないですね。かもしれないんで、うん、あれなんだから運転手じゃないかもしれないですね。あ、別に落語家さん乗っててもいいわけですか。落語家、そう、だから移動中に落語を聞かせてもらえるみたいな、落語タクシーですみたいな、朗読タクシーです、朗読タクシーですとか、だからもうそれこそ医者が乗ってて、まあ30分検診してって、検診してみたいな、だから毎朝こう体調管理しますよみたいな、そういうサービスになってくる。
ああ、なんかちょっとその世界素敵だな、うん、素敵な気がします、うん、だからなんか例えば音楽だったら AI が作ってるものでもいい可能性はあるかなと思うんですよね。確かにね、今なんかこうやって話しながらだと、うん、あ、なんかもうそっか、人がなんか AI が作った音楽も、うん、多分最終的に人が選んで出すのかな、リリースするのが人みたいな。え、決めるのも人、決めるのも AI になるんですか。まあそれはあると思いますよ。だから僕が見たアニメではそうなってます。もうだから人、AI が全部こう、AI がプロデュースしてる人を。あ、秋元康次ロボットが。そうそうそう。こういうのを出せば売れるみたいな。でも売れるだろうっていうのは人間に対して売れるだから。あ、そうか、まあ、AI は財布を持ってないんですもんね。財布、そう。あ、でも持つ可能性もあるんですかね。持つ可能性はありますよ。あの、なんか効率よく全部やってくれるわけじゃないですか。あ、そうだね、うん、だから自分の収入がこれだけで俺が一番楽しめるようにいろいろ選んでって言えばこう選んでくれる、まあだから自分で探さなくていいみたいなっていう可能性は十分にあるんで、財布も預けちゃう可能性は、あの投資とかそうじゃないですか。 AI もう今そう、投資はこれ見るとちょっと怖いですもん、うん、ほぼ AI ですみたいな。 AI もう今現在で AI が運用してたりするのもある、そういう商品も、うんうんうん、いやなんか、うん、これにそれ載ってました。だからお金自体は AI に任せちゃう可能性は、そういうもうなんか、うん、僕のなんかここの寄り所ではどこかでなんか買うのが人だからっていう、うん、ちょっとなんかマウンティングを取った気でいたんですけど、あ、でもそのマウンティングっていう意味で言えば任せてるのは俺。あれですよ、社長、あ、経理とかみんなにお金を渡してるじゃないですか。あ、そう、あ、そうそう、なるほど。失敗したとしても成長してくれれば、うん、まあだからこう任せてるのは俺だから、偉いのは社長みたいなところ。 AI はなんかそうああ言えばこう言うな。お金をポンって渡したとしても、はい、お金を渡すっていう権限は俺にある。なるほど。そう、なんかこのお金を使って効率よく俺の生活を豊かにしてくれみたいな命令をすれば、こうどっかに投資して増やしてる可能性もある。あ、それ素敵。それは素敵。どっかに投資して増やして、だから今度なんかすごい面白い。それは僕よりも信頼できる。そうそう。自分よりも。っていう、なんか決定点は、最終的な決定点は自分にある。それないの？え、なんか、うん、今もないのかな。いや、なんか、うん、これにね、うん、その、うん、運用ソフトみたいなのがあって、うんうん、ここ東大くんみたいな、うん、運用ソフト、東大経済学部くんみたいなソフトがあって、うん、で、なんか、30万ってポコッてそこに入れると、うん、何パーセントで運用しますみたいな。あ、そうそうそう。何パーセントでっていうか、あ、運用するように頑張りますみたいな。うん、だから下がることもある。あ、まあ運はあるでしょうね、うん、そう、まあ、知り合いの子でやってる子がいて、はい、今上がってるみたいな。でもそれって結局預けてるのは人に預けてるわけですよ。違いますよ、 AI がいろんなところを買う。あ、じゃ あ買うにしてるのは自分。売買のスイッチを押してる、スイッチというかボタンというかなんかマウスなのかわかんないですけど、を出してるのは人です。他人ですよね。他人です。その他人は僕いらない。あ、そうそうそう、この他人いらないじゃないですか。その他人いらないです。だからこの人の仕事だよ。この人いりませんよ。いりません。だからここで今はその、あ、わかんないですけどね、もしかしたら AI が全部やってる可能性はありますけど、今は AI がこういった処理をこう、あ、今ちょっと怖くなった。今この株を買うとか、これを買う、金を買うとか、あ、今見え、なんか見えた気がして、うん、あ、この人いらないじゃん。そう、この人いらないって判断するのは人なんですよ。多分もしは僕はこの人だったら、うん、あ、これ俺いらねえって思いながら買って。そう、そう、だから今、まあ、そういう感じは、感覚は思ってた方がいいかなとは思うんですよね。
で、そういう、でも人じゃなきゃダメなものってあると思うんですよね。で、僕はその人じゃなきゃダメなものに、僕はエンタメに何かその一縷の光を見てたんですけど、その、いや、なんていうんだろう、もういいや、やりますよ、音楽作りますよ、言われると、ちょっと待てと、ここの画像は残してくれ、お願いだって思うんですけど、そのエンタメ界は多分両方いると思うんですよ。だから音楽ってふとこう耳に入ってきた時に、あ、これいい曲だなって思わないですか、はいはいはい、思うことないですか。あります、あります、ありますよね、はい、で、そうやって思ったら、その先が AI が作ったって思ったら、うわ、もうダメだって。で、僕は性格的に今ならちょっとなるかもしれません。で、なる人と、はい、別に誰が作っては気にしない、これいい曲だから、いい歌だから、うん、っていう人と多分両方いると思うんで、いろいろいるでしょうね。だからタクシーでも、例えばそう、どっか乗せてくれるっていうのに、人に認められたいって多分思ってる人。でも僕の中では、え、みんな思ってるんじゃないのって。人に認められたい、認められたいとは思ってるけど、なんかちょっとしたことじゃないですか。なんていうんですかね。タクシーで運転手がいるかいないかって話ですよ。はい。タクシー運転手がいるかいないか、いたときに話、会話をするわけじゃないですか。はい。いるを選んだ人は多分その人と会話がしたくてとか、まあ道を知ってるかなとか。あ、でもその自動運転になって、あ、自動運転になった時か、自動運転になった時、あ、なんか AI が知らない道を知ってる、そのことは言えなさそうだな。あ、まあそうなった時で人と会話がしたいと思ってるのとはじゃないですか、もし人がいる、選んだ場合、そうですね、場合というか、人を選ぶ人は、うん、多分もう誰かと話がしたい、うんうんうん、で、さっきホリエモンが言ってたように、この人を選べるとかだったら、あ、この人が話がしたいとか、まあ、こういうと、まあ、黙って運転してくれるとか、うん、黙って運転してくれるは運転手いなくても大丈夫なんで、あ、そっか、そう、大丈夫な時代なんで、ってなると、この人、だから働くためには人に認められてる必要がある。ああ、だから結論としては、うん、から変わらない今と。そう。だから逆にこう、人はあんまり関係ない人いるじゃないですか。今の二等兵。二等兵は、的には全員人に認められたいでしょって。って思ってますね。思ってるけど、はい、でも引きこもりの人とか、あんまもう人と関わりたくないし、みたいな、うん、そういう人たちの仕事が心配ですよね。でもそういう人たちの暮らしはちょっと見たいんですけど、うん、普段の YouTube で流してもらえると。あ、でもそういう承認欲求がそもそもなんか、うん、そういう人たちに対して思うのは、うん、なんかこうやって弾くことで注目を集めてるんじゃないの？でも弾いたら分かんないですよね。僕たちには分かんないけど、うん、あ、でもそうそう、親の家族の人と接するの面倒くさくないですか？人と接するのが面倒くさいか。あ、なんか僕の感覚的に、はい、承認欲求的なものがあるけど、それを上回る面倒くささもあるんですよ。まあ、あの特に、ね、今やってらっしゃる仕事だと、うん、僕みたいにその土曜日クソ忙しいのに、いやいや喋りましょうよって、まあ体調今日も喋りましょうよって、鬱陶しい時もあるだろうなと。まあ鬱陶しいというか煩わしい。あ、なんか逆に僕の場合こう知り合いとかと話してる方がいいんですよ。はいはいはい、それがなんかどっかの打ち合わせであんまりこう
面識のない人とかと会うのって結構苦痛なんですよね。そうだからそこから逃げて何不自由なく暮らしていけるんだったら逃げたいなっていう気持ちも、人に認められたいとかいうよりは、この人たちは AI の時代になった時に、今もそうってことは多分 AI になったとて多分変わらない。喜ぶかもしれないです。もう外出しなくていいやみたいな、自分の好きなことが家にいながら。でもなんか仕事があるか、お金が稼げるかっていうと、なんか今日の話のなんか落としどころとして勝手に考えていたのは、その僕はなんか前にそのホリエム、またホリエムさんが出てきたんですけど、なんかそのラーメン二郎の和牛版を出す、でその和牛版を出すために、まあなんかちょっとみんなに知ってもらいたいから、インフルエンサー呼んでさみたいなことを話してたんです。いや、でそれを聞いたときに、あのかの国東京では、大都会東京では、インフルエンサーという職業があるのかと思って、まあ職業あじゃないかもしれないんですけどね、インフルエンサーと呼ばれる人たちがいて、多分それでお金をもらってるのか、いや人が認めているっていう人たちが、もうそれが価値になっているっていうのを見たときに、あ、そっか、その AI が見つけてくれるのも、この人すごいってみんなが言ってますよっていう人を AI が見つけてくれるのかな。で、この人に紹介してくれるみたいな。坪田さん、隊長に対して、その、この人いいよ、あ、ここの作品いいよっていうのは、みんながいいよって言ってるものをいいよって言うみたいな。それもあると思う。ことだから、人に関わってないと。ダメだよねっていう話を今日、勝手に落としどころとして持ってたんですけど、どうなるか、どう思います？ちょっと分かんないですよね。だから僕はこの今、自分のね、この今やってるのも、その、なんていうか、エンタメとしてね、人に見てもらうためにね、っていう思いで、勝手に、ああ、熱くなってるんですよ。あ、まあ、なんていうんですかね。多分、最低限の生活みたいなのは、多分、そんなに頑張らなくても、満たせる時代が来るんじゃないかなっていうのが、体調の、そう思ってます。それはあのベーシックインカムみたいな、ベーシックインカムかどうかは分かんないですけど、まあ AI がどんどん普及すれば、なんていうかね、原価はどんどん下がるって話なんですよね。売上原価、売上原価というか製造原価というか、人がクビになってというか、効率よくしようと思ってAI を導入するわけじゃないですか、会社としては。はい、そうすると会社の無駄をどんどん省いていく。でその中に人件費みたいなのが入ってる可能性が高いんで、人がこう弾き出される可能性ありますよ。でなっていった時に価格競争みたいな、あの人の給料を争わせる必要がないんで、本当に下げれるところまで下げれちゃうわけじゃないですか。あ、まあ、そっか、競争の原理で、みんながそうなれば、まあ、そうですね、安いところ買うじゃないですか。そうすると、なんていうんですかね、例えば、物価が100分の1とか、でも今200万で売ってるもの、将来、安くなります、なる可能性、なっていくとは思うんですよ。だって、あの、あれですよ、産業革命とか、あれ、物価がドーンってやつが、一気にというか、わーっと産業革命が起こったことによって、今までこう布、綿でしたっけ、綿多いものとかの価格がどんどん下がってみたいな。でもなんか車ってずっと高くなってるじゃないですか、値段が。だから付加価値をつけていってるんですよね。それはデザインとかっていうこと？デザインとかっていうか、まあ、今後でいくと AI 機能じゃないですか。
絶対に事故りませんとか、絶対に事故りませんみたいな、でどんだけ精度が高くなっていくかみたいな、で、まあ、安くしようとすると、まあ、なんかそこにちょっと人間が手を加えるみたいな、ハンドルだけは握っておいてくださいみたいな、危なくなったらブレーキ踏んでくださいみたいな、ですればある程度自動運転行けますよ、ね、危なくなった時はハンドル切ってください、危なくなった時はブレーキ踏んでください。なかなか油断できないですよ。なかなか逆に怖いですよ、それ。だったらまあずっとするわみたいな気はしますけど。でもこう楽をするみたいな、今でもあるじゃないですか、こう車線真ん中に。あ、確かに高速道路でも高速道路アクセル踏まないっていうのもありますね、うん、アクセル踏まないし、こうレーンキープだとかありますね、トヨタで、はい、なのでそういう機能がこう進化していくみたいな。あとはこうプレミアとかですよね、スポーツカー、すっごいスポーツカー作っちゃう。科学的にはでも AI が制御してスピード守りますなんですよね。スピード守りますあれなんか AI がすごい普及すると AI の任せは速いみたいなところがあると思うんですよね。自分で運転するよりもバーンって言って、今でもなんかよくあるじゃないですか、渋滞するときにこうなんかすごいスピードでこうビューみたいな、はいはいはい、車線変更しながら、うん、でもこう信号が止まったらピッて横に、あ、よくいますね。よくいる、よく横にいますよ。よく、はい、あれが AI がやるともっと効率よくなるんで、渋滞がなくなるかも、渋滞が減るし、こうなんか変にこう人間が手を加えちゃうとそこでこうなんか全て不完全なのは全て人間ですみたいなまあそういう感じになってると思うんですね。 AI だったらこう瞬時に判断するわけじゃないですか。だからもうなんかネットワークでつながる可能性ありますよね、いろんな車と、うん、この車は目的地はそこで、この車は目的地はそこで、この車は目的地はそこでみたいなのを全て計算して、じゃあここの車線にこういう感じで走れば一番速く着けるみたいな、っていう可能性はあるんで、もう AI に、そうなったら AI に任せた方が早いから、あとこう自己満の世界ですよね。俺の運転テクニックどうだみたいな。不完全、不完全ですね、それ。不完全がいますね。そう、そこだと思うんですよね。俺すごいだろうって。あ、じゃあなんか今、うん、結論としては、うん、僕が間違ってましたみたいなところにもきつつあるんですけど、あ、間違ってるっていうのは、うん、今の敵だから始まり、うん、あれなんか全員人間だぞっていう、なんか AI の鍵をこうやってパッて見たらね、うん、人がいたんですよあ、人がいるなと思って、これおかしいなって、なんか、うん、AI 敵が来るぞ敵が来るぞって言ってる、パッて鍵を見たらなんか、うん、また人がいたんですよ、ね、うん、でなんかそうやって不完全なことしてるやつもみんな人でしたみたいな。そう、多分不完全なことするのは人なんですよ、過ちを犯すのは。仕事のことはちょっと一回置いといて、うん、仕事がなくなるかもしれないみたいな、うん、で、そう、あ、置いといて、置いちゃダメなんですけどね、うん、今日僕は何をやっていけば、でも何をやっていけばいいんだろうで、エンタメにすがろうとして動画をやってるんですよっていう思いを持ってます、うん、だから僕がこう言いたかったっていうか、なんかあの、なんていうんですかね、その多くの人がそこを奪われる時代が来るとするじゃないですか、うん、今僕来ると思ってますよ、来るとするじゃないですか、はい、で来た時にその人たち全部殺すわけにはいかないと思うんですよね、政府が、うんうん、もちろん。そうすると政府に導入されてる AI にあの人たちはどうしたらいいのかやってくれるのかなっていう、あ、AI がやらないみたいな、違う違う、あ、でも人だ、そうそう、人が AI に命令して AI はその通りに動いてるだけなんですよね。人だ、敵は人だった、うん、あ、人工知能は 敵じゃない、人工知能は人類の敵か、敵じゃない、敵なのは人間だ、うん、だからこうこの困ってる人たちをの生活を補うためにはどうしたらいいのかって AI に命令して AI がいやそんな計算したくないですよっていうことはないんですよ
答えが出ない可能性はありますよ、うん、だけどいやそれはないですよって言った日にはもうコンセント抜きますけどねだけどそうでもこうそれをひたすら計算させる、まあ、いついつ、まあ、あの期限を決めなければひたすら計算すると思うんですよ、うん、じゃあでも答えが出るまで人だったと思って、うん、人このこいつが助けてやれって言うかどうかっていう問題はありますね。で、まあ、政治家だとすれば言いますよね。あの選挙権持ってる人なんで私たちは AI にこの人たちをどうするとか計算させますって言った人が当時じゃないですか。それだ政党作りましょうよそれですって、うん、あ今あ政党そうすると M8 招待この人たちの生活が安定する可能性がありますよね。あの収入がなくても私たちは AI の味方ですっていう逆に旗印ですよ。 AI にすがった方がいいかもしれない。ああうん、うん、もういかに AI に効率のいい年金システムを考えてもらうかみたいな。あんな政治家とか官僚に任せちゃいけないんですよ。 AI に任せないよはあって思いますけどね。まだ今の AI が十分じゃないかもしれないんですけど、本当にすごい AI が出てくる時代になった時にはそうだ、そうですね。確かにそうすると、うん、あのね、政治家こんなにいらないとか、こんなにいらないとか、そうだから政治の政策考えるのも AI がこう基準的な基本的な政策考え、そうですよ。 AI が政策考えるのもいいんですよ。そうで、それをこう選挙かなんかしたらいいんですよ。うちの政党の AI はこんな政策考えましたね総選挙AI のマニフェスト総選挙マニフェスト、そうそう。で、答えは合ってるわけじゃないですか。だから手段がこういろいろこう違うにしても、こういうふうにしてくれみたいな。だからそのじゃあそうなっていくと、うん、人の意味ってどうなるんですかね。人の意味、意味、意味、いやなんかあれなんか今全部、うん、なんかあれ AI で AI いいやつじゃんって今、うん、初めて聞いたったんだよね、うん、急になんか今 AI と肩を組んでるんですけど肩を組んでたはずが、うん、今なんかちょっと遠い素材だったんですね、うん、完璧すぎて、うん、あれ AI が言っちゃったんだよね敵でもなく、うん、AI が神になった時に神、まあ、AI が神になるかもしれない。だった時に、うん、あれ人って今何、その時に、うん、存在意義みたいな。そう。まあでも今と変わんないんじゃないですか。今も神がいるわけじゃないですか。神がいるかどうかは置いといて。宗教を信じてる人は神がいるわけじゃないですか。だから、あの人たち、宗教を信じてる人たちは、神の教えに沿って生きてる。あ、なんかね、このルールに沿っていければあなたは幸せになりますよって宗教じゃないですか。あ、なんか AI イコール神ですね。神、そう、だからそういう感じなんじゃないですか。あ、そうか。でも結局宗教も人が作ったものですかね、うん、人が作ったもの。だから人間の社会をより良くするために人が作ったものですかね。で、多分その道徳的なことを教えたりとか、まあ、法律みたいなことですよね。で、そういう概念をこう定着させてるみたいなことじゃないですか。だから神に代わる存在じゃないですか、AI に。なんかね、ここまで話すとね、なんか繋がりました、うん、ピチッカチッって、うん、そう、あの解決はしてないんですけどね。解決っていうのは仕事がなくなったらどうしようねっていう、そう、解決はしてないけどなんか敵ではない。敵ではないし、敵なのは、敵っていうか、まあ、悪さはしてるのは人、うん、決めるのは、うん、あの買うのは僕たち人だけど、うん、それを操ろうとしてるともうみんな人だったっていう、なんかその神の裏にいるんですよ。悪いこと、神を利用してそいつがいいやつなら、人心みたいな、いいやつならいいんですけど、ね、いいやつならいいけどし、なんかいや、なんかそんな AI があればね、うん、この M8 招待も正当になれるじゃんって、うん、だから、あ、僕たちはもう全部入れますよと、うん、ここに人を救ってくださいとか、うん、言ったことをやります、うん、
そうそう、なんか望みを叶えてやろうなんです。もやもやはまだその、うん、AI に仕事を奪われたときに、あ、AI 的なものに、うん、のおかげで、うん、今の仕事をしなくていいよってなったときに、うん、僕が何しよう、どうやってお金を儲けようっていう答えは見えてないけど、うん、AI 的じゃなかったっていうジャッジはできましたね。だから最低限の生活はそうやって保障されていくんじゃないかなとは思うんですよね。保障してほしいですけどね。その選挙勝てないじゃないですか、政治家が、うん、っていうか、そういうことを言った政党が選挙勝つ。あ、でもそれはなんか急に正しい気はしていますね。なので選挙勝とうと思うと、その奪われる人たちがなんか 5% とかだったらこの人たち動かないと思うんですよね、政治家たち、はいはいはい、だけど AI が本当に普及してきて 80% の人たちが職を失うみたいな、まあその中でこう徐々に増えていくと思うんですよね。何パーセントぐらいの、あ、俺どこで俺どこでそっちに行くんだろう。だからここだとは思うんですよ。だから本当に 80% の人がこのままでは失うみたいな状況で、いきなり80にまではいかないと思うんですよね。ドーンってドーンって言ってほしいですよね。ドーンって言ったらわーってなりますよね。うん。あ、それも怖いですね。うん、でこう徐々にこう来て、政府の人たちが何パーセントぐらいになった時にこれはやばいぞって、このままではこの人たちの職、40% の人たちが慣れ死にをするみたいな、で選挙に影響すると、そうそう影響する、こういう時になったら右派とか出てくるでしょ、うんうん、極右みたいな、極右極左とかが、うん、なんかこう最初に AI をって言ったところが勝ちそうな気がしますよね。極AI で極 AI 政党が、私たちの政党は何年前からこれの事態を想定して AI を開発して2019年6月に言ってますと YouTube に上がってますから、そのために戦ってきました、うん、で開発してきました、でうちの AI、 皆さん AI 周りありますよねみたいな、この AI が導き出した答えがこれですみたいな、これに沿ってやってみませんかみたいな、日本政府をこの AI で運用してみせますみたいな、普通にこう自民党とか行ってくると思う気がするんですよね。でまだあのね、うちのおじいちゃんおばあちゃんは触れない人たちですからね、うん、ネットに一切触れてない人たちも、まあ、たくさん残ってるじゃないですか、うん、まあ、60代ぐらいまで行くとも多少もう会社でやってたから、うん、触れてるんでしょうけど、うん、まあ、そうなってくるとまたちょっとずつ変わっていくんでしょうね。まあだからちょっとずつ変わっていくんだと思うんですよ。ある部分が AI になって、ある部分が AI になって、ある部分が AI になって、あ、なんかどんどん良くなっていくんだ、結局ちょっとずつ良くなっていってるんですね、多分。そうしていかないと政治家たちが、まあ、それをやってるのは政治家かどうかも怪しいですよね、官僚とかが。うん、一回ちょっと AI で試算してほしいですけどね、うんうん、試算っていうのはその何が適切かを、うん、でそこに対する本当に安心かっていう不安もあると思うんで、 AI に任せて大丈夫なのかみたいな、だからその概念が変わった時だと思うんですよね、世の中に AI が溢れ出して。ああ、まだうん、そうですね、だからまだすぐには切り替えられないけど、20年後 AI が人を超えるみたいな、2040年その超えるっていうのは、うん、感情を持つって意味じゃない、感情を持つって意味ではない、ただ多分自律的に考えることをする、感情ではなくて、だから今はこう命令したことしかできないじゃないですか、だから何て言うんですかね、これを調べてって言ったらこれを調べておしまいなんです、見つけられなかったら見つけられない、はいはいはい、でそこでこう自発的に考えるようになると、これを調べてっていうここのここが気になるんじゃないかとか、発生するものを全部調べてみたいですか、あ、これを知りたいってことはこれの情報が役に立つみたいなっていうところまで、こう命令しないところまでこう損得する
やりすぎとかってなんかちょっと思うかもしれないですけど、ね、思うかもしれないけど俺聞きたいのこれだけとか、うん、でもそこも学習していくって話じゃないですか。あ、これここまで出したらやりすぎとか、シャラクセやったなこいつ。なんかよくできる、よくできる秘書みたいな感じですね、うん、なんか自分がバカにコンプレックスがあるのでよくできるやつが横にいるとチッてなんかでも思いそうな気が、多分それが当たり前になってくるとその概念なくなる。ああ、そっかそっかそっか、もうこれ道具だ。あ、今そう、僕肩組んだつもりでした。そうだ、肩組んだんだと俺、うん、確かにってなると、だからドラえもんとかちょっと抜けてるじゃないですか。だから人っぽいですよね。そう、あれもう人ですもん、人は。だからあれをイメージするとそうなるけど、あれがこういう形だったらで、喋る声も別にこう抑揚のない声でこれの答えはこうですみたいなことを言ってこればそんなに感情湧かないかなって。あ、そうです。発熱、チーム甘いこと言いやがってとか、うん、当然だと思ってます、ね、当然だと思ってます、うん、あかなって。ドラえもんだと思うとちょっとね、うん、急に人っぽくなりますけど、人っぽくかなりなんか抜けたこともするし、アホなこともするし、いっぱい失敗するし。 AI の話はなんか面白いですね。うん、なんかこういう未来を考えるみたいな話じゃないですか。どうなっていくんだろうな。で、AI の話だと AI の仕組みについては何も話してない、うん、けど、まあでもそういうもんだと思うんですよね。人間がどうしていきたいかそう、うん、っていうのがこうどんどん叶っていく。裏側に全部人がいるっていうのはなんか見えた気がします、うんうん、そう、なのでそういう人間の意向に沿ってどんどん進化していく。だから関係ないところが進化していかないと思うんですよね、人間と。で、あと僕は年齢問題もあって、うん、なんか僕はね、いつでもその飲食業行くよと思ってるんですけど、うん、飲食業俺取るかなとか、みんな若者は嫌だって言ってるみたいな。この間もツイッターで面白いみたいですよ。え、やだ、どうぞ。あのメイドカフェあるじゃないですか。はい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 、はい、最近メイド喫茶飽きたよねみたいな。おう、なんか中年のおっさんがやってる侍喫茶欲しいなみたいなつぶやいてる人がいて、それがドワーっていいねされてて、それ俺も欲しいみたいなこうお店入ってったらこう、なんていうんですか、和服というか、ああいう和装をしたおっさんがいてみたいな、今日はよく参られたみたいな、そこにかけようみたいな。大変だな、なんか演者側が大変ですね。それ、そう、演者側への負荷、それあってそうじゃないですか、できそうじゃないですか。でもそれ、あの名古屋城やってますよ、名古屋。そうそう、そういうのをこうだからそこを求める人いるんだと思うんですよね。人だ。そういう部分は人かなっていう。だから飲食店とかもなんかそういう美味しいものを食べさせるみたいなのは、タクシーとさっきのタクシーの話と一緒ですね。そうなると、だからその中でどう喜ばせるかみたいな。それ見てなんか侍騎士さん。初めてとか思ったあ、まあ確かに、うん、お坊さんが、うん、あのバーテンとかやってます。そうそうそう、その発想ですよね。あ、なるほどなるほど、うん、だからまあ名古屋城とかね、戦国武将隊とか、あの信長とか歩いてますから、ね、歩いてますよね、うん、ここ岡崎城みたいに家康歩いてます。お神君家康公が、家康公もう結構55とかそれぐらいのおっさんでしたよ。シン君に向かって口を慎め隊長で、こうおばちゃんたちがあんた何してんのシン君に向かって、そうそう、で、あんた公務員なのとか言ってお金くらもらっとんのってそうそう、そういう話をこう、いや、わしは家康じゃんみたいな、この大変大変、家康子大変、家康子大変ですよ。でもまあそういうの面白いかなって。ああ、人がまだ生きる部分があった、生きる部分見つかった。ああ、今ちょっと見えた気がします、う
だからそういう意味でいくとエンタメ、だから単純に音楽だけとかじゃなくて人がやってるとかそういうパフォーマンス、それもロボットやったら面白くないじゃないですか。あ、でもまあ面白くないじゃないですか、僕の意見だとすると、うん、いや、それを面白いっていう人もいるよっていうことですよね、多分。家康ロボット、家康ロボットみたいな。だからそれはロボットとしての楽しさを見つけ出したいみたいな、そこにこう、ああ、なんかもうそうだね、そうってなると、全然敵じゃない、AI って。だからこう、最初ですよね。あ、だから日本の景気が悪いのとかが多分一番良くないんですよ。景気問題。景気問題。要はその人の職が失われるみたいな。うん、ってなった時に生活保護とかはあるわけじゃないですか、今だったら。うん、で、あれこう、今すごい景気が良くて、例えば AI が導入されたことによって、ものすごい AI がというか景気が良くなったとすると、税収が増えるわけじゃないですか。うん、でその分、まあ、生活保護も足しますよって話じゃないですか。いやでもその企業が潤ったところがどこでそれを使うのかなって、まあ、会社は難しいですけどね。よくなんとか党でなんとか、 なんか裏マネーが見つかったみたいなのがよくニュースで上がるじゃないですか。会社ってこう、そう、なんか景気が悪いから内部留保しておかなきゃいけないみたいな感じで会社のお金を取っといたり、それはまだ日本に落ちてくればいいけどねって思うんですけど、うん、で内部留保だから回っていかないんですよ、うんうん、経験が良くなっていかない、そのために税金取ろうとするわけじゃないですか、政府、うんうんうん、ここのなんかせめぎ合いみたいなところはちょっともう正当 AI ですよ。そうで、これを解決するにはこういうふうにしたら全部解決するよねって AI が答え出してくれたら、まあ、企業も政府もあそうするみたいな。あ、多分邪魔してるのみんな人ですもんね。人の利権。人の利権。だそれやると会社の利益が減るなとか。俺給料下がると思うんですよね、多分。そうそうそう。そこのいいバランスを AI が考えてくれれば、多分そっちに流れてくるんですよ。でもこっちにはこっちでいい AI がいるんですよね。うちの企業を守ります AI 君がいるんですよね。うちの企業の利益を最大限に守る AI がいるんですよね。いますね。でも権力持ってるのは政府なんで、税率 50% ですよって言っちゃえば、そうするとこう多分内部留保してても意味がないからみたいな、使っちゃえみたいな感じになるとこう景気が回るみたいな計算をする AI が。だそういうのがなんかアプリで欲しいです、うん、運用アプリとか。運用アプリ、単なるお金の運用じゃなくて、うん、なるほど。ちょっとでもなんか今日はね、なんか敵じゃないっていうのが分かった気がします。まあ敵じゃない、道具なんですよ、道具。なんか、まあ、活用してこう、うん、今僕の中では神になりましたけど、ね、AI は神様だったっていうことで、神様は、そう、神様は人が作ったものですからね、うん、そうなんです。まあ、神を信じる人にはね、怒られるかもしれないです。でもまあ、AI を信じてる人もまあ、まあ、AI を信じて、まあ、一緒ですよ、うん、まあ、AI 派というかね、人間派ですよ。AI も神も人間が作った。そう、まあ、結局そう、僕は、うん、そうか、結局最終的には敵は人だったらなっちゃうんですけど、うん、そう、だから味方も人なんです。そうなんですよね。そう、いいねして、いいねっていうか、その認めてくれるのも人だし、うん、敵なのも人なんですよね、結局。そうそう、っていうことが分かったことで、今日はすみません、ミッションクリアのコンプリートですよ。安心よ。安心、ちょっと安心です。ちょっと安心、ね、あのいざ僕がもしくは AI に仕事を奪われたら、うん、サムライカフェ、サムライカフェ、うん、ちょっと言えないですけど、ちょんまげちょんまげは言えないけど、まあ、侍カフェ、まあ、どの立場で言うかですからね、侍カフェ。ああ、そっか、足軽か。いや、自分がどこに行くかだし、どういう役でいるか。でもこう、いそうじゃないですか、戦国武将とかの頭、武田信玄とかね、信玄、はいはい、そう、信玄じゃん。Ah.
神殿を演じたらいい。甲斐の国で。甲斐の国。甲斐の国にようこそ。名古屋ですけど。という感じで。という感じで。はい、なかなかとすいません。いえいえ。ありがとうございました。ありがとうございました。